な気持ちです。まだまだここからだ。確実に仕留める。覚悟しな。安らかに眠ってください。何やってんだおっさん。いやほらそこなんか変な生き物がいるなって。うん、なんだ。うわー、有利なのじゃ。びっくりした。そりゃ俺のセリフだ。まさか砂の中で宝探しか。ご名答なのじゃ。これなんだ。アイフリードが隠した宝なのじゃ。これが。でもよく砂の中の宝物なんか見つけることできたね。冒険家の勘はイルカの右脳よりも鋭いのじゃ。勘？非科学的。あら、侮れないわよ勘って。まさかそれか、探してたお宝ってのは。違うのじゃ、これはガラクタなのじゃ。それにうちはお宝を見つけるのが目的ではないのじゃ。記憶を取り戻すですよね。そうなのじゃ。そのためにはじいちゃんのお宝のマリスステラを見つけるのじゃ。んで、まだその記憶とやらは戻ってこないのか。そのようなのじゃ。でもうちの旅はまだまだこれからなのじゃ。立ち直りの早い子だね。あら、私はそういう子の方が好きよ。お、俺様もそうだけど。ねえ、こんなところでおしゃべりしてたら行き倒れになるわよ。だな。パティも一緒に行きましょう。ん、宝探しの続きがあるんじゃがの。ごちゃごちゃ言わないでついてくる。アルフとライラのご両親見つかりませんね。これだけ砂漠が過酷となると無事かどうかも難しいんじゃないの。このクソ暑い中でそういう気の滅入るような話をしないで。こんなところに嫌がる人を放り出すなんてひどいよね。まったくだ。ま、人の心配できるうちにとっととガキたちの親を探そうぜ。はい。痛くしないでね。月影で歌う君の血液を変装に乗せろ。恋用の力エレメントを阻む障害を続けるブレイク。エンジェスペンあどけなくエンジェスペンシャンプーエンジェスペン。ほらやるわよ。はい。Thank you.
あそこにいるのは。行くぞ。大丈夫？あなた方。楽になりました？妻はこの人かな。ここにいるよ。まだじっとしていてください。水を。生き返るな。ええ、潤ってきたわ。ありがとうございます。あなた方のおかげで命拾いをしました。あなた方は私たちの救い主です。そんな。安心するのは生きて帰れてからだ。何、なんとかなるのじゃ。この状況でそのセリフ言えるなんて、あんた上等だわ。お礼を。と言っても、今は何も持ち合わせがなくて。ああ、いいって言って、そんなの。いえ、そういうわけにはいきません。ぜひ、お礼にマンタイクまで取りに来てください。マンタイク？あなたたち、もしかして、アルフとライラの両親かしら？え？ええ、そうです。もしかしてマンタイクであの子たちに。ええ、会いました。お父さんとお母さんのこと心配してたよ。探しに行こうとまでしてたわ。ああ、こうしちゃいられない。早く戻らないと。焦らないで。二人だけで帰れると思う？それは無理ですね。ちょっと落ち着いて。そうなのじゃ。少しこの辺りで横になるのじゃ。ちょっとパティ、それは落ち着きすぎ。こんな砂漠に鳥？近くない？この先みたいね。ようやくご対面か。干からびるとこだったぜ。お二人も一緒に。あ、はい。つかず離れずでな。戦いになったら邪魔になる。わかりました。バーン！なんじゃラピード、うちの服を引っ張らんでくれなのじゃ。パーティー、足元危ねえぞ。おお、危機一髪なのじゃ。ラピードは教えてくれてたんじゃな。ラピード、パーティーには懐いてます。どうして？ラピードは子供好きだからな。タイよりもピッチピチなうちにメロメロなのじゃ。私に足りないのは若さだったんですね。いや、確かにパティは若いけど、なんかおかしくないか？何かおかしい。気をつけて。エローじゃない。ああ、声の調子が変わりやがったな。あれ。何？気持ち悪い。おとりを使っての不意打ちとは卑怯な魔物なのじゃ。あんな魔物は。魔物じゃないわね、あれは。魔物じゃなかったら何よ。ラピードがビビるなんてヤバそうだな。逃げよう。こっちに来ます。やるしかねえってことか。あんたたちは離れてろよ。なんだよこいつは。え、
できれば関わりたくないです。みんな頑張んなさいよ。やるしかないよね。やるしかないよね。ゲズマ、倒しはしたもんの、もうヘトヘト。しっかりしなさいよ。力が湧いてきました。消えた。これは、はい、僕もうダメ。リタ、カロル、サザエのつぼ焼きよりも、さすがの俺様も、もう限界。こりゃ、やべえ。なんだ、町カドスの喉笛の時の、俺食って腹でも壊しやがれ。確か砂漠で、天国ってわけじゃなさそうだな。ここはどこだ。おはよう。おはようさんのチューはいらんかの。あ、ユーリ、もう大丈夫ですか？はあ、お前らこそ大丈夫なのか。ええ、とりあえずは。俺ら砂漠でぶっ倒れたよな。それがなんで町にいるんだ。誰かが助けてくれたようだけれど。誰だかわからないんです。あんな砂砂なところを通りがかってうちら全員を助けるような奇特なやつは誰かの。見つけ出してお礼しないとね。助けた夫婦は私たちと一緒に
町に連れてこられたみたいです。見たいってことはあの二人も命の恩人は見てないのか。彼らも気を失っていたようね。今あの二人町を見て回ってると思うわ。そういえばあれは幻だったのかな。何のことです？いや、気を失う前にカドスでエアルの暴走を収めたあのでっかい魔物を見たんだけど。本当ですか？ああ、見てないのか、エステル。私は見てません。だとすると、きっとその魔物が助けてくれたのじゃ、多分。魔物が私たちを？まさか。幻か？で、ここはどこでなんて町なんだ？それは優しいおじさんが調べてくれているわ。優しい？はあ、おっさんね。結界がない、変な町。砂漠の巨山部は無人地帯だって聞いたことがあるんだけどな。リタ、カロル、こっちです。それは？さっき砂漠で襲ってきた魔物が落としていったみたいです。あの魔物に羽なんてなかったけど。フェローの羽ね、それ。でもどうしてフェローの羽をさっきの魔物が。さあ、わからないことばっかだね。お帰りなさい。なんで俺が調べに行かなきゃなんないの。私が行っちゃうとあなたとエステルたちを置いていくことになるでしょ。それは危ないもの。危ないって俺様が。さあどうかしら。変なの。まあ危ないおっさんでも結構だけど。どうやらここが用務源って町らしいぜ。幽霊船の日記にあったあれ。ここが？魔物を退けるためにクリアシエルが必要っていう町？なるほど、この町結界ないものね。だから魔物を退ける方法ってのを探しておったのじゃな。でもあれは千年も前の話でしょ。ああ、それに結界なしで暮らしてるなんて妙だ。そうだよね。んじゃ、町の人にクリアシエルの箱を見せて話を聞いてみてはどう？そうですね。フェローについても何か聞けるかもしれません。だな。コゴール砂漠で会ったあの不気味な魔物は何だったんだろうな。今でも思い出しただけで背筋がゾクゾクします。生き物だったのかな。ん？どういうことだ。砂漠で生きているような感じの魔物じゃなかったから。なるほど、カロル先生らしい着眼点だな。もう会いたくありませんね。うん。
苦労して砂漠越えてきたってのにフェローには会えずじまいか。みんなせっかく命がけで手伝ってくれたのに会えなくてよかったかもだけどね。そうね、あんなへばってる状態でもし戦いになったりしたら逃げるのも難しかったろうしね。考えてみりゃフェローは自由に空を飛べんだ。どこにだって簡単に移動できちまう。この辺に巣でもない限り見つけるのは難しいのかもしれないな。まだ会えないと決まったわけじゃないわ。町の人に話を聞けば何か手がかりがあるかもしれないでしょ。はい、ありがとう二人とも。その箱、この箱について何かご存知なんですか？その箱はロンチーの持っていた。それをどこで？アーセルム号って船ですよ、美しい方。知ってるのかい？ええ、あなた方アーセルム号をご存知なんですか？ええ、偶然海で見つけて。ロンチーに会いませんでしたか？ん？ロンチーってどちらさん？あ、私の恋人の名前です。すみません、突然で。恋人？ジェー、ガロル君、交代。まったく。僕たちが見たのはその船の方だけなんだ。そうですか。あなたの名前を聞いてもいいかしら？私はユイファンと言います。アーセルム号の日記にあった名前ですね。同じ名前の子孫かも。あんたクリアシエルって知ってるか？魔物を退けるものらしいんだけど。結界を作るために必要なものだと酒人様がおっしゃっていました。まさかその箱の中に？はい、私たち届けに来たんです。そうだったんですか。その鍵、まさか。箱を貸してもらえますか？うわぁ、これがもしかしてクリアシエル？みたいね。ピカピカキラキラ、海面で瞬く夜光虫よりも綺麗なお宝なのじゃ。ね、さっき言ってた坂人様って誰のことよ？坂人様は砂漠の向こうからいらしたクリティア族の偉いお方です。クリティア族の？結界を作るってことはブラスティアを作るってことよね。ブラスティア？さあ。でも今の技術じゃブラスティア作れないでしょ。それを作るやつがいるの。見たでしょ、エフミドやカルボクラムで。その坂人様とやらがあのめちゃくちゃな術式のブラスティア作ったやつじゃないでしょうね。ごめんなさい、私よくわからないんです。とにかく結界を作るためにクリアシエルが必要だって坂人様がおっしゃって、それを探しにロンチーは旅に出て、もう3年にもなります。3年？そりゃ心配するわな。なんかいろいろ話がおかしくない？
なんだか話が噛み合ってませんね。千年の間違いじゃないん？それじゃあ彼女何歳？3年前にも千年前と同じことがあったのじゃ。多分歴史は繰り返すとは言うけど、それはどうよ。その坂人様、この町にいるのでしょ？どこにいるのかしら。え？あ、はい、町の一番奥の家に。坂人様という人に話を聞いた方が早いと思うけれど。そうかもですね。それじゃあクリアシエルを坂人様のところに持って行っていただけますか？ええ、もちろん。じゃあ、すいません、お願いします。じゃあ、行ってみよう。なんか変な雰囲気のある街だね。砂漠の中なのに緑がいっぱいだし。マンタイクも似たようなもんだったわよ。にしてもなんとなく違和感あるな。そうです、目に映ることが全てじゃない。真実は巧みに隠されてる。さすがジュディスちゃん、眼蓄あるお言葉。勘の鋭さが物を言うってことだな。私が鈍いってことです？邪魔するぜ。え、この人が？あんたは誰なのじゃ？ここに来るまで何度か会ったってだけだよ。お前たちどうやってここへ来た？どうやってって、足で歩いて砂漠を越えてだよ。なるほど。だが一体、うん、いや、ここに何をしに来た？こいつについてちょっとな。わざわざ悪いことをした？いや、ま、成り行きだしな。そうか。だとするなら奇跡だな。あんた、シルトブラスティア作るって言ってるそうじゃない。坂人気取るのもいいけど、ブラスティアを作るのはやめなさい。そんなコアじゃない怪しいもの使ってシルトブラスティアを作るなんて。コアではないが、コアと同じエアルの塊だ。術式が刻まれていないだけのこと。術式が刻まれていないコア？どういうこと？一般的にはアパティアと呼ばれている。クリアシエルはその一つだ。これがアパティア？おっさんが探してるお宝かの？それに坂人は私ではない。かの者はもう死んだ。そりゃ困ったな。そしたらそいつ、あんたには渡せねえんだけど。そうだな。私には、そして人の世にも必要ないものだ。何すんの？待て待て待て！これ、ケーブモックで見た現象と同じ。あっちゃー、せっかくのアパティアを。アパティアは人の世に混乱をもたらす。エアルに返した方がいい。エアルに返す？今の？おいおい、だからって壊すことはねえだろう。せっかくのお宝に乱暴なことをする御仁なのじゃ。クリアシエルは、いえ、アパティアはこの町を魔物から救うために必要なものだったんじゃないんです？この町に結界も救いも不要だ。ここは悠久の平穏が約束されているのだから。確かにのどかなとこだけどな。でもフェローのような魔物も
近くにいるんですよ。なぜフェローのことを知っている？そりゃこっちのセリフだ。あんたも知ってんだな。知っていることを教えてくれませんか？私、フェローに忌まわしき毒だと言われました。なるほど。何か知ってるんですね。この世界にはエンテレケイアが忌み嫌う力の使い手がいる。それが私？その力の使い手を満月の子という。満月の子って伝承の？もしかしてエンテレケイアっていうのはフェローのことですか？その通りだ。どうしてそのエンテレケイアは私を、満月の子を嫌うんです？エンテレケイアが忌み嫌う満月の子の力って何のことですか？真意はエンテレケイア本人の心の内。エンテレケイアに直接聞くしか。それやっぱりフェローに会って直接聞くしかないってことですか？フェローに会ったところで満月の子は消されるだけ。愚かなことはやめるがいい。でもエステル、もうやめとこ。ねえ、エンテレケイアって前にルインズゲートのラーギー、イエガーも言ってたよね。ノードポリカを作った古い一族だっけ？フェローがノードポリカを？そんなわけないじゃない。立ち去れ。もはやここには用はなかろう。待って、私もあんたに聞きたいことがある。エアルクレーネであんた何してたの？あんた何者よ？その件は何？お前たちに理解できることではない。また理解も求めぬ。去れ。もはや語ることはない。ちょ、何よそれ。リータ、私たちを助けてくれたのデュークかもしれませんね。どうだろうな。私、お礼を言ってきます。やめとけ。そういうの柄じゃねえだろ。あい、そうでしょうか。ああ、多分な。あいつの言ってた満月の子って前に言ってたリリの赤星の妹だよな。ええ。地上満つる黄金の光放つ女神、君の名は満月の子。兄リリの赤星は空より我らを見る。君は地上に残り、堅固なる大地を未来永劫見守る。それなんか意味あるの？わかりません。でもただの伝承ではないのかもしれません。地上に残り、大地を見守るね。大地を見守るっていうのはこの世界を支配するってこと？じゃあ皇帝になる人ってこと？エステルが満月の子ならそれでついつまが合わない？だとすると代々の皇帝はみんなフェローに狙われるわな。そんな話は聞いたことないです。ふん、なんか難しい話になっとるみたいじゃの。そうね、パティちゃんにはちょっと難しい話かもね。おっさんにも難しい話じゃの。後であなたにリタがゆっくり話してくれるわ。あ、私？今はこれからどうするかを決めた方がいいんじゃない？私はこの町に残る。調べたいことがあるから。調べたいことです？クリアシエル、アパティアのこととかいろいろ。正確にはここにいるあいつに聞きたいことがあるの。あんたらが帰るのなら私はここでお別れね。え？そう、残念。砂漠一人で大変だと思うけど頑張って。あ、そっか、砂漠越えないとダメなんだった。調べ物の間ぐらい俺らもいていいんでない？アパティアのことは俺も興味あるし。また砂漠へ行くならのんびりと準備でもするのじゃ。そうだな。
出発は明日にするか。リタ、一日あればいいだろう。ええ、十分よ。ありがとう。一応礼言っとく。どういたしまして。じゃあ明日の朝町の出口集合な。うん、わかった。結局僕たちフェロを見つけられずじまいだったね。ギルドとしての初仕事は惨敗ってところかな。どうする、ダングレストに戻るか。その方がいいかも。でもユーリはそれでいいの？エステルは？俺はそれでもいいぜ。エステルは、エステルのことはエステル自身が答えを出すさ。そう。それにしてもここって穏やかな街だな。そうだね。ギルドも帝国もない、なんとなくおかしな街。でもなんとなく落ち着けるところだな。そうだね。でも僕はやっぱりダングレストがいいな。誰だってそうだ。生まれ育った場所がいいに決まってる。やっぱりユリも？まあそうだな。でもブレイブ・ベスペリアで一緒に活動するなら本拠地はどこか一つに絞らないとね。新しく作るっていう手もあるぜ。新しく？そうだ。ダングレストはユニオンの街とは言ってるが、実質アルトスクの街だろ。あれと同じだ。俺たちブレイブ・ベスペリアの街を作るんだ。ブレイブ・ベスペリアの、うん、いいね、それ。まあ、いずれだぜ。その前にギルドとしていろいろやんなきゃいけないことはたくさんあるからな。うん、そういえばノードポリカもパレストラーレの町だよね。ああ、そういう意味ではあそこの町の方がダングレストよりもギルドの町っぽいな。そうだね。ベリウスが町を治めてる感じだし、ノードポリカか、町の支配者、ギルドのドーチェ。ベリウスってどんな人なんだろう。さあ、先にノードポリカへ行ってもいいぜ。おう、ワゴード、なんだよ、おっさんは邪魔か？ちげえよ。俺らの都合で新月が過ぎて書状を渡せなくなったら困るだろう。なんだよ、俺様にそんな気使わなくていいのに。それまたちげえっての。ブレイブ・ベスペリアのせいでアルトスクの仕事が滞ったらドンに申し訳が立たねえ。なんだそんなこと、ワコードが心配すんなって。これはブレイブ・ベスペリアの信頼問題だ。分かってんだろ。新月まであともう少し時間があるわよ。大丈夫だって。本当かよ。それにやよ、一人であの砂漠と洞窟帰るの。もし俺が途中で化け物どもに殺されて書状が届かなかったりしたら、その方がブレイブ・ベスペリアの信頼問題に関わんないかい？そん時は俺がちゃんと骨と書状を拾って届けてやるよ。そりゃまた親切な。おい、それじゃあまあ、俺らのせいで渡せなかったって言われても筋違いってことで。オッケー、オッケー。
ヘローには会えなかったか。でも貴重なお話は聞けました。満月の子、そしてエンテレキーヤけど、新しく分かったのはその言葉だけ。狙われる理由はフェローに直接聞かないとダメっぽいな。でもあの人も言ってました。フェローのところへ行っても消されるだけだって。そうなると真実は知りようがないか。こんなんじゃまるで誰かにこれ以上何もするなって言われてるみたいです。まさかな。もしかしたら、ん？私が知ろうとしているのは知らなくてもいいことなんじゃないでしょうか。なんだ突然。もしあの時仮にユーリと出会うことなくあのまま後ろで暮らしていたとしたら、満月の子とかエンテレケイアとかそんなことを知らないままに、私だったら今のままでも自分の狙われた理由なんて知らなくても生きていけるんじゃないか。だからこのままテートに戻ろうってか。それも一つの選択肢だと思います。エステルがそうしたいんなら別に止める理由はないぜ。ユーリ、もう俺たちとの契約は解除されたんだからさ。そうですね。ただ俺は仮にって話はあんま好きじゃねえな。現実じゃねえから。それに知っちまったことを知らないふりしてやり過ごすって器用な真似もできないしな。それができるんなら俺がどうこういう問題でもないんだけど。私だってそんなことできないです。でもこんな状況で何をどうすればいいのか。私には本当のことを知りたいけど、どうすればいいかわからない。そういうことでいいんだな。はい、わかった。ジュディっていつもフラフラとどこかへ行ってるな。もともと落ち着きがないのね、きっと。そりゃ意外だな。あなたこそいつもフラフラとどこかへ出て行こうとしてるわ。俺も落ち着きがないんだろうな。意外。バウルと一緒にフラフラしてた時の癖が出るのかもしれないわね。ああ、あの変な白い鎧着てた時の。ええ、一人でフェロを探しに行くつもり？行かないよ。あら、じゃあどこ行くつもりだったの？単なる散歩だよ。あらそう。なんかいつもこんなんじゃないか。気のせいよ、きっと。うまいのか？食ってみるといいのじゃ。うちのじいちゃん秘伝の料理なのじゃ。秘伝のって、お前記憶がなかったんじゃないのか？アイフリードのことなら何でも知ってるぞ。いろいろと調べて回ったからな。その時にうちがパティって名前だと教えてくれた人がアイフリードだと知ったのじゃ。アイフリードがお前の名前を？んじゃ、その時のことがうちにとっての一番古い記憶なのじゃ。ふん。あの時の優しい眼差しを思い出しただけで、うちはすごく温かい気持ちになれるのじゃ。じいちゃんかどうか本当のところはわからん。でもうちにとってはそうとしか思えんくらい。なるほどな。でもその名前は隠しといた方が賢明だったかもな。じゃあの、でももう慣れっこか。じゃあの。
少々嫌なことがあってもなんてことないのじゃ。辛くても泣かないだっけか。でも理屈では分かっても感情ってのは黙ってくれてないぜ。岩場でじっとしておる保護色の石ガレーよりうちは我慢強いのじゃ。そっか。でもせっかくの情報源にもそっぽを向かれちまったな。何、なんとかなる。明日は明日の風が吹く。なるようになれなのじゃ。とにかく腹がすくから悲しい気持ちになるのじゃ。うまいな。当然。これ以上お前に話すことはない。追わないのか。無駄よ、あいつ話す気ゼロだから。全くの無駄足だったか。まあ無駄足ってこともないわ。アパティオ、エアルクレーネが暴走したとき、ラーギーが、いや、イエーガーか、あの箱を持ってた。私の魔術が暴走したときもそう。その箱の中身がアパティアだったってことは。アパティアがエアルクレーネの暴走を招いてるってことか。結果から推測するとそうも考えられるわ。それじゃあヘリオードのブラスティアが暴走したとき、近くにアパティアがあったってことか。それに、ケーブモックのエアルクレーネの時もだな。近くにあったのかもしれない。あるいはアパティアが少しずつ世界全体のエアルクレーネにダメージを与えてって、その大きくなった歪みが出ただけかもしれない。なるほど。全部当て推量に過ぎないけど、でも当たってるかもしれない。随分曖昧だな。推測と実験を繰り返して科学は真実へと近づいていく、そんなもんよ。まあいいわ、これでなんとかするわ。どうする気だ。推測の次は実験よ。遅えぞ。
悪い悪い。あんたらも帰るんだな。おかげさまで体力も回復しましたし、もし砂漠を越えられるのなら皆さんとご一緒しようかと。じゃ、はぐれないようにね。で、僕たちはこれからどうする？私はカドスの喉笛のエアルクレーネに行くわ。エンテレケイヤも気になるけどね。俺様はベリウスに手紙を渡さないとな。僕もベリウスに会ってみたい。ドンと双璧と言われるギルドの同志がどんな人なのか知りたいよ。ベリウス？そう、ノードポリカを治めるパレストラーレの一番偉い人、ドーチェって呼ばれてるんだ。ハロルはそんなすごいやつと友達なのじゃな。え、友達っていうか、俺もノードポリカか。マンタイクの騎士団の行動フレンに問いたださなきゃな。まあノードポリカにまだいればの話だけど。私はエンテレキーヤが満月の子を疎む理由を知りたいです。だからフェローに会わないと。気になるのはわかるけど、フェローに会うくらいなら何か別の方法を探した方がいいわ。そうだな、砂漠を歩いてフェローを探すのはちっと難しそうだぜ。だったらみんなでノードポリカに向かうのはどう？エンテレケイヤに襲われた理由、それが分かればいいんでしょ？ええ、ベリスに会えば分かると思う？闘技場はエンテレケイヤと何かしらの関係があるってこと？確かにイエガーがノードポリカのエンテレケイヤがどうとか言ってたね。やつの言葉を信じるならな。まあベリウスに会いに行くのなら途中でカドスの喉笛通るわけだし、魔導少女にとっても都合いいわな。だな。じゃあノードポリカを目指すか。うん、まずはマンタイクに戻ろう。パティは？確かノードポリカにはパティをよく思ってない人が。平気なのじゃ、あんなのは相手にしなければいいだけなのじゃ。さっさと海に出れば問題ないのじゃ。それなら一緒に来るかのじゃ。ベリウスに会えるのは新月の夜でしたっけ？ああ、ベリウスに会うなら急がないと。新月過ぎてまた一月待たされるのはごめんだしな。本当にクリアシエルを使って結界なんか作れるのかな？もしそれが本当ならクリアシエルがたくさんあればいくらでも結界が作れることになるな。そうなれば魔物の被害が出る危険な土地も結界を張ることで安全が約束されますね。と、まあそんなことが本当にできるならもう世の中はとっくにそうなってるんじゃない？そ、まああんまり期待しない方がいいわね。相変わらず現実的な子ね。私は単に可能性の高い方を選択してるだけよ。多分それを現実的って言うんだと思います。考えるのは時間の無駄。当然。油断は禁物です。
進撃行くよ。ゲスエージン、刃にやられ、さらなる力よ。シャープリーズ、向こうを与える。フラッシュガロー撃、ゴレオシラ勝利の合図、行きます。リュークって不思議な雰囲気の方ですよね。男前なのじゃ。パティちゃんは男前が好きね。僕は冷たい人だと思ったけどな。ちょっとくらい話を聞いてくれてもいいのに。ま、今回はいきなり大勢で押しかけたから向こうも戸惑ったんだろうよ。誰かが失礼なこと言ったんじゃない？それリタが言うんだ。ぶたないでよ。彼ずっとヨウムゲンの町に住んでいるのかしら。どうなんだろうね。ずっとってことはない気がするけど。リュークも不思議だが、ヨウムゲンの町自体も不思議な町だよな。不思議だけど、きっとのどかで住み心地が良いのじゃ。油断は禁物です。キラメイジで怪獣を使って、ほらやるわよ。まだまだ。しないねね。月星人、なんか正常可能なやつ。太陽の力、またガローゲ、太陽の力、こっちへトラクタービーム、報酬です。勝利の合図。ほれラピード、おでんなのじゃ。美味しそうですね。やっぱりおでんの中ではゆで卵が最高よね。何言ってんの、おでんの王様は大根よ。パティ、大根。ちょっと待つのじゃ。珍しいね、食べられれば何でもいいリタッチがそんなに気に入るなんて。それがおでんの魅力なのじゃ。でもおっさんもリタネーも間違ってるのじゃ。何がです？おでんの花形は練り物なのじゃ。中でも白はんぺんが最強なのじゃ。はあ、最強ですか。ラピードも、私は美味しければ何でもいいですけど。
腕が鳴るわね。慎重に行きましょう。サマラキラメントの力スプレッドゼロ。ドアドアドアキラメ困ったわね。どうかしたのか？私一日に一回水浴びしないと死んじゃうの。こんな水も何もないところじゃ。本当？大変だ、リタ。バカっぽい。そんなわけないでしょ。花じゃあるまいし。水浴びなんてしなくても死なないわよ。現に私はもう10日も水浴びてないから。あら、そんなに？私だったらもう瀕死状態ね。でもリタ姉からはほのかにいい匂いがするのじゃ。わかった。リタはドライフラワーなんだ。死ね！ワッワッワッ。慣れないメンツ。楽勝じゃんの。まだまだ。リュークって不思議な雰囲気の方ですよね。男前なのじゃ。パティちゃんは男前が好きね。僕は冷たい人だと思ったけどな。ちょっとくらい話を聞いてくれてもいいのに。ま、今回はいきなり大勢で押しかけたから向こうも戸惑ったんだろうよ。誰かが失礼なこと言ったんじゃない？それリタが言うんだ。ブタ！だいたい！ちょ、ブタないでよ！彼ずっと用務園の町に住んでいるのかしら。どうなんだろうね。ずっとってことはない気がするけど。リュークも不思議だが、用務園の町自体も不思議な町だよな。不思議だけど、きっとのどかで住み心地が良いのじゃ。あら、怖い顔。真術いくよ。天然の力、報酬じゃ。歌うたうみの武将、スプレッドゼロ。太陽の力、我が決勝。勝利の合図、いくよ。おでんなのじゃ。美味しそうですね。やっぱりおでんの中ではゆで卵が最高よね。何言ってんの。おでんの王様は大根よ。パティ、大根。ちょっと待つのじゃ。珍しいね。食べられれば何でもいいリタッチがそんなに気に入るなんて。それがおでんの魅力なのじゃ。でもおっさんもリタ姉も間違ってるのじゃ。何がです。おでんの花形は練り物なのじゃ。中でも白はんぺんが最強なのじゃ。はあ、最強ですか。ラピードも私は美味しければ何でもいいですけど。